こんにちは、カオルンです。本日はですね、なんと1万未満でゲットできてしまう、なのにハイレゾ再生がねできちゃう、めちゃめちゃ優秀なイヤホンがね登場してまいりましたので、レビューしていきたいと思います。それがこちらです。ドン、サウンドピーツさんの Air5 でございます。イエイ。実はね、 Air5 の前モデル Air4 というねモデルがありまして、こちらね Amazon さんでねめちゃめちゃ大人気、爆売れでございました。クアルコムスナップドラゴンサウンドにね対応しておりまして、ハイレゾ相当、ハイレゾにね近いね音で聞くことができます。それがなんと今回の Air5 はですね、ハイレゾ相当ではなくて、ハイレゾ再生がねちゃんとできますよ、音がね良くなりましたよというね、すごいねいいポイントですよね。そういったねモデルになります。さらに美を徹底追求したデザイン、その他再生時間の増加、そして防水対策もアップしていますよっていうところでね、基本スペックもね全体的にアップしております。今回もね、サウンドピーツさんからね、案件としていただきました。ありがとうございます。そうしたらですね、早速細かいね、基本スペックの方を見ていきたいと思いますので、やっていきましょう。どうぞ。はい、基本スペックの方を見ていきたいと思います。まず値段がね、9680円となっております。さらに皆さんにね、嬉しいお知らせです。このね動画が上がってからね9月末までね、僕のね概要欄にありますクーポンコード、こちらでね 5% オフになります。よかったらね皆さん、この機会に手に取ってみてください。今回はねインナーイヤー型のイヤホンとなっておりまして、耳にねこうかけるだけでねすぐにね聞くことができます。そして美を徹底追求したデザインというところで4種類ございます。ブラック、ホワイト、パープル、ベージュとなっております。音の方はですね 13mm のダイナミックドライバー、結構ね大きめですね。あとはねオリジナルの複合バイオ振動板を採用しておりまして、繊細で解像度の高いクリアサウンドを実現しております。さらにクアルコムの最新チップ QCC3091 をね採用しておりまして、ハイレゾ再生ができちゃいます。クアルコムスナップドラゴンサウンドにも対応しておりますので、低遅延、あとはね安定性のあるね接続ができます。コーデックの方はアプト X ロスレス、アプト X AAC SBC となっています。 AI 搭載でアダプティブノイズキャンセリングに対応しております。耳の構造、あとはね装着状況、周囲音に応じてノイキャンレベルを自動調整してくれます。あとはね低遅延モードにも対応しております。通話の方はね左右合わせてね計6つのねマイクを搭載しておりまして、自分のね周りの周囲音っていうのをね低減してくれます。自分のね声のみを抽出してね相手に届けることによって、クリアなね音声を届けることができます。連続再生時間は本体が6時間、ケースと合わせると30時間使うことができます。前回の Air4 はね26時間だったので少しね伸びております。充電ケーブルはタイプ C、 防水対策は IPX5 となっておりまして、前回の IPX4 からね少しねレベルが上がっております。マルチポイントアプリにも対応しておりまして、 P2 オーディオに対応しています。こちらでねイコライザーだったりタッチキーのカスタマイズが可能です。はい、デザインの方一緒に見ていきましょう。どうでしょうか。やっぱりねこうやってズームしてみるとですね、美を追求したデザインっていうのがねよくわかるかと思います。裏側にはねしっかりサウンドピーツと刻まれております。中を開けるとこんな感じ、しっかりね洗練されたデザインとなっております。なんだろうな、僕の中でねこうイメージすると化粧品とか、あとはね結婚式なんかをね連想させてくれるような、そういったデザインとなっているかなと思います。今回はねパープルをね紹介してるんですけれども、もちろんね男性にもねおすすめするんですが、特にね女性の方にねこうおすすめしたい、女性の方がねこうつけるとねしっかりこう大人っぽいね感じのイヤホンとなるかと思います。ケースは手のひらサイズでめちゃめちゃ軽いです。ポケットに入れてねいつでも持ち運ぶことができます。もちろんイヤホンもですね、ぶどう一粒分というところで持ってるかわからないくらい軽いです。イヤホンを取り出す際はですね、ケース全面がね開放されておりますので、こう指でね触るときにねストレスなくこうねイヤホンを持ってね取り出すことができます。
一個ね、気になったところはですね、デザインはね、本当にね、ツヤがあってね、おしゃれなんですが、その分ね、こうね、触った時にね、指紋がね、つきやすいんです。どうですかね、ついてるのがね、わかりますかね。あと、イヤホンのね、この側面のハウジング部分。あとは耳が当たる部分もですね、ちょっとツヤがあるかなと思います。このツヤを残しつつ、こう指紋がつかないようなね、そういった材質にしてくれるとね、加工にしてくれるといいかなと思いました。はい、つけるとこんな感じとなっております。どうでしょうか？結構ね、清掃に合うかなといったイメージとなっております。オフィスコーデだったり、あとはね、銀座のね、街を歩く時のね、おしゃれな、こうファッション。そういったね、感じにも似合うと思います。インナーイヤー型なので、こうね、引っ掛けるだけっていうので、激しい運動とかはね、外れちゃう可能性があるんですが、日常のね、生活では全く問題ありません。装着感はね、めちゃめちゃ快適ですね。こうね、イヤホンを乗せるイメージなので、こうね、奥に詰まる感じもないし、あとはね、耳に当たる部分がね、小さくてね、丸型なので、こうね、耳がね、こう全体的に埋まってるような、そういったね、感じもないです。非常に開放感もあってね、リラックスしてね、装着することができます。そうしましたらね、肝心の音の方を見ていきましょう。結論から言いますと、とてもね、クリアでフラットだと思いました。低域から高域までね、とてもクリアでね、すごく綺麗です。またね、全体的にね、音にね、癖がなくて非常にフラットです。ドンシャリだったり、あとはボーカルが強調されていたりっていうのがね、全くありませんでした。イヤホンのね、そのまま出る音でね、勝負してる感じがしてね、サウンドピーツさんのね、自信がね、伺えます。こうね、音にね、こだわりを持ってる方以外はですね、本当にね、誰でもですね、ストレスなくね、快適に聞けるかと思います。ただ、こだわりをね、持ちたいっていう方はですね、実はね、後で紹介するアプリでね、イコライザー調整できますので、そちらで見ていきましょう。またね、ノイキャンの方はですね、インナーイヤー型っていうところでね、耳が開いているんですけれども、ちゃんとね、ノイキャンの効果をね、感じることができました。効果自体はね、そこまで強くはないんですけれども、低域がね、結構キャンセルされてるかなーといった印象です。電車に乗ってるとね、こう乗ってる時のね、空調のね、ゴーっていうあの音はありますよね。あれはね、しっかりね、キャンセルされています。ただ人のね、声はね、よく聞こえるので、こうね、物の騒音をね、消しながら会話をするみたいなね、ノイキャンの使い方がいいかなと思います。圧迫感はね、全くありませんでした。そしたらアプリの方を一緒に見ていきましょう。まず下の方を見るとタッチコントロールキーを無効にするっていうのがありますね。これね、イヤホンのね、着脱をするときね、こうタッチキーを触っちゃうっていう方はですね、結構ね、有効だったりします。あとはゲームモードの切り替えがあります。タッチキーのカスタマイズはね、結構ね、いろいろできますよ。1回押し、2回押し、3回押し、そして 1.5 秒長押し、それぞれのね、右と左にね、キーを割り当てることができます。イコライザーの方はですね、まずプリセットの方を見てもらうとですね、いろいろあるんですけれども、僕がね、とってもいいなって思ったのが、低音を強く、あとはね、クラシック、この2つでした。なんでね、いいかなーというとですね、この Air 5のクリアさ、これをね、こうノイズをね、出すことなくクリアを保ったままですね、この低音を強くしたりとか、クラシック感を出したりっていうのがね、いいなーと思いました。低音の方はですね、非常に臨場感がアップするかなーと思います。一方ね、クラシックの方はですね、こうね、包み込んでくれるような優しい音にね、変えてくれます。このね、アダプティブイコライザーの方はですね、聴覚テストをすることによって、自分のね、聞きやすい音、あとはね、聞き取りづらいね、音をですね、判別して、こうね、レベル調整をしてくれて、快適な音量でね、聞くことができますよと。そういったね、機能となっております。マイクテスト。今ですね、サウンドピーツさんの Air 5でお話をしていますよ。どうでしょうか？ちゃんと聞こえていますでしょうか？クリアに聞こえていますでしょうか？マイクテスト。はい、ということで、今回はサウンドピーツさんの新作 Air 5。こちらをね、レビューしていきました。音の方もですね、非常にクリアでね、綺麗でしたよね。とってもね、万人受けするね、音になっていたなぁと思いました。あとは美しいね、デザインなので、特にね、パープルとかベージュなんかはね、女性の方にもね、おすすめしたいです。ということで、今回もカオルンチャンネルご視聴いただき、本当にありがとうございました。カオルンチャンネル楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、
グッドボタンお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指してコツコツ頑張っておりますので、これからもね、応援お願いいたします。そうしましたら、また次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。